皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年、年が明けましたよということで、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやー、1月1日でございます、今日は、はい、元旦、はい、もう我々はですね、早起きして、はい、あの初日の出を見ていきます。ウォーキングしてね、はい、その様子ご覧ください。どうぞ。出てきた、本物が出てきました。これは来たよ。あ、出てきました。本当に出てきた。明けましておめでとう。明けましておめでとう。すごい、すごい神々しい、マジで。はい、すごいでしょ。あの、寒かったけど、まあでもいつもより暖かかったですね。はい、すごい、もう南信州の雄大な、もう、ね、なんかもうすごかったよね、うん、光がもうガーッと来てですね、ビームがすごかったね。いや、今年はどうやらいことになるぞと、はい、まあもうすでにどうやらいことになってるんですけどね、うん、まあまあ、あ、楽しく今年も、うん、いろいろあっちからこっちから、はい、ガズレレ楽しいことしていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、1月1日ですから、1月1日に歌いたい曲を今日はね、まあレッスン動画っていうか簡単ですから、入門コード3つでやりたいと思うんですけど、うん、その曲はね、1月1日っていうんだって。あ、1月1日じゃないの？そうそう、俺も1月1日っていう曲だと思ってたら、どういう曲かというと、年の初めのっていうやつ。昔あの、隠し芸大会とかでよくみんな歌ってたやつ。あれをやろうじゃないかと。ガズレでやってなかったんですよね、うん、なんで今日は1月1日という、あの曲年の初めのを歌って、はい、まあ、レッスンするほどじゃないんですよ。テロップ見たら分かると思うけど、うん、C と F と G7 のコード3つだけ、うん、まあ、今回8ビートでやりますけれどもですね、うん、まあ、それをちょっとこう新年のご挨拶代わりにですね、うん、まあ、夫婦でセッションというか年始のご挨拶といいますか、うん、レッスン動画といいますか、うん、まあやっていこうかと、はい、はい、新年早々皆さんすぐ覚えられますから、はい、これからあの親戚とか家族で会う人はそうだ、ね、ちょっと3分練習してコード書いてですね、すぐあのみんなでみんなの前で演奏して一緒に楽しめると思うんで、まあ、やってみてください、はい、さあ行きましょうか早速、はい、じゃあ1月1日、ガズレレ流か簡単バージョンでやってみる。ワン・ツー・アッケオメです。子供の頃テレビ見てる時ってさ、みんなこう振袖とかなんか着てさ、ね、なんか紋付き袴みたいなのでね、これ歌ってたなっていうイメージですよね。歌ってたのかな。せーの、じゃということで、はい、正月っぽいわ ね。いやいやいや、ぜひ皆さんこれコード3つですから、やってみてください、はい、一応ですね、あのガズクラブで楽譜ダウンロードできるようにしておきますからね。ガズクラブいいですよ皆さん、ぜひガズクラブ、うん、毎月660円で楽譜5曲ゲットできるとか、うん、ガズレレ大学毎週2回のライブ配信、生徒さん役で小添さんも出てきてね、いるしね、ラジオ配信もやった、そうださっきも言ったけどガズラジでね、うん、毎朝あの放送してますからね、うん、今日は初日の出だったけど、はい、見せますよ。見える？ちょっと明るいな、やたらと明るい。あ、大丈夫、これで見えるかな。あのテロップ、あの簡単だから書いちゃってよね。はい、見えるかな。あ、大丈夫だこれで。はい、これ1番一時停止で大丈夫かな。これ2番ね、一時停止で大丈夫でしょ。まあテロップ出てるからね。はい、コーダ3つだけだ、やったぜということでございますね。はい、はい、この曲で正月をめでたい感じで、正月も、まあ、クリスマスも正月もそうだけど、自分たちでね
正月だぞと盛り上げていくとですね、こう季節感味わえていいかなというふうに思いますけれども、はい、はい、今年もガズレレ YouTube チャンネル、何卒よろしくお願いいたします。またね、淡々といろんな曲を取り上げて、まあ、行こうと思います。そしてあのハニーさんもですね、 YouTube チャンネルの時間というのをやっているんですけどね、はい、年末に上げたね、そうなんかなんだっけあれ、毛糸で作る小さな正月飾り、超簡単な、そうあのめっちゃ可愛いのでも、あの縫い物の DIY をね、そうそうそう、ハニーさんやって、これ概要欄に貼っときますけど、はい、あのいろいろとね、あっちからこっちからね、うん、あの豊かな毎日が、そうだね、あの皆様のね、近所にいっぱい起こるようなことを、うん、届けていきたいなというふうに思います、うん、いろんな本もね出てることだし、今年もね、はい、まあいろいろ山盛りなことになることは間違いないでしょうけど、うん、まあまあいつもと同じように、はい、淡々とですね、うん、いきましょうと、はい、はい、ありがとうございました、ということでございます。はい、今年年始の、放送はですね、夫婦セッション年始の挨拶、うん、1月1日レッスン動画というね、はい、かなりねハイブリッドな配信になりましたけれども、はい、そんな感じで今日も、はい、皆さん初詣行きましたか？そうだね、はい、ありがとうと感謝がやっぱり大事だと思いますんで、うん、はい、よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう、良いお年をじゃねえな、違うよ、それでは皆さんごきげんよう、よろしくお願いします、バイバイ。